では始ま,りました本さんチャンネルです。はい、今回はですね、はい、共通テストのね、出願状況出ましたので、えー、そちらに、ねえー、ついて話していこうかなと思いますね。で、えー、っと、令和2年10月14日水曜日現在のですね、えー、状況になりますが、まあ、いわゆるですね、共通テストを今年受けられる方の人数は、53万5244人ということですね。はい、53万人。 っていう形ですで去年のセンター試験まあ去年じゃないのか今年か今年のセンター試験最後が55万7,699人だったわけですね。えなんでまあ差を見るとえ大体2万2,000人ぐらいの差があると、まあ、もうちょっとあるんですけどえ、まあ、2万2,000ぐらいの差があるよっていうのがわかります。でそれぞれ現役生と高卒生の 違いで見てみるとその違いがおおなるほどねっていうふうにわかると思いますね2万2千人減ってるうちの、はい、現役生の数がですね44万9千789人になってますねこれが共通テストです来年のそれに対してセンター試験のを見ると45万2千235っていうふうになっているので約まあここでの差はそんなにないですよねまあ2千人ちょっとかな 2,000人ぐらいの差があると2,000数百ですよね人の差があるっていうのがわかると思いますね。はい、でそれに対してそうです浪人生とか、まあ、高卒生の方ですね既に卒業してる人は8万5,455人でね前回が10万、ね、センターの最後は10万5,464人だったんで2万人ぐらい減ってるって っていうのがわかりますね。やはりセンター試験からね、新たな試験、共通テストっていうのにね、望みたくないっていう人がいかに多いのかっていうのがわかると思いますね。なんでこの22,000人ぐらい減ったんですけども、 2,000人ぐらいが現役生が減った、えー、それに対して浪人生が2万人ぐらい減ったっていうのがね分かるわけですよねこの減りのやつがもう如実に出てますよね10分の1ですもんね2,000と2万だったのねこれねっていう感じになったとなんで浪人生がですね受けない人がすごく多いっていうね状況ですまあ分かんないですけどもしかしたら浪人生自体すごく減っててね現役志向になったのかもしれないっていうねう共通テストは嫌だからもう、ね、この2020年の段階でもう大学行っちゃおう って言ってね、やった人が多いのかもしれないっていう風には言われていますね。なんで数字を見ると、あ、こんなにはっきりと差が出るんだなっていうのは分かったと思いますね。はい。そして、えー、結構言われてたですね、第2日程の方ですね、1月30日、1月31日に試験を受ける人ってどれぐらいいるんだろうって言ったら、こんだけしかいないんですね。 何のために用意したんでしょうね。なくてもよかったんじゃないかと思うような数字ね。789人ですよ。で、基本的には現役生だけが使えるんで、なんか一人だけ例外が出たらしいですけど、基本的には現役生が使えるということはですね、このうちのここですよね。ほとんど。ほぼほぼこれに当たるわけですね。 えー、つまり44万9千人の人は普通に第一日程を選んだのに対して残りのこの789ですね、まあ、1789年フランス革命みたいなですね、えー、この人たちだけが第二日程になったわけですよ。校長はなぜその第二日程にしたのかこのね高校はどういう目的があったのかまあそうですねたかなか二週間でそんな変わるのかっていうねのもあるんですけどはい、それを選んだとまあいろんなねスケジュール的に こっち遅くした方がいろんなとこ出願だったりいろんな次第入手とかも、ね、うまくいかなくなる可能性があるからやっぱり最初の「ネタ12点」2の方が良かったんじゃないかっていうのは結構、ね、意見的には出てたので1月16日1月17日ですね。なのでほとんどの人は結局1月16日1月17日に受けるということになりました。 まあ、もちろん受験系の人からすればね2つもできるんでいいはいいんですけどもう少しぐらいいるのかなと思ってましたけど本当にこんなにいないんですね。はい、ということで今回の共通テストの出願はこういった形になってるという感じです。で、はいね、浪人生の数が、まあ、浪人生高卒生の数が受験する人はだいぶ減ったという形になりました。